も込みです。さて本日はこちら関西クラクラクラブからお届けしたいというふうに思います。本日はですね、ディガホグに関して見ていこうというふうに思うんですが、今まで私のチャンネルよく紹介してきたのは、トランスパウィズからのディガホグだったんですね。まあ、これはこれで本当にトツウィズパートでのアドバンテージが大きいんで、非常にですね、おすすめの戦術の一個だったんですけども、今回紹介するのはもう純粋なディガホグです。要するにトツウィズを使わないタイプですね、投下弊社を使うタイプになるんですけども、難しいと思います、やっぱり。僕がね、ディガホグをよく使うのはやっぱトツビズを使えるからなんですよね、正直なところ言うと。で、それなしにディガホグやろうと思うと簡単ではないっていうのが、分かっちゃいたけども、改めて思うところかなっていうところですね。まずこれ清さんのアタックを見ていこうと思うんですけども、ですね、まず2本は、タウンホールを、食い火で折るパターンですね。でこのキヨさんのね、打ち手を見ていってほしいんですが、非常にね、この方のディガホグって、もう熟練されてます。もう要は、ここ何年間かディガホグしか使わなかったぐらいの方なんですよ。なんで、クイーンの誘導とか、このね、ボマーを使ってのイーグル砲処理とか、こういうとこ上手いですよね。こういうテクニックを持ってる、このキヨさんですら、相当やっぱり今の環境のディガホグは苦戦するんですね。純粋なディガホグでいっちゃうと。なので、それをまあ見てもらいながら、でもそれでもどうやって取っていくのかというところもね、合わせて見てもらえたらというふうに思うんですけども、まずは、ボマーで、この6時側のイーグル砲を削りますね。こうすることによって、ディガ砲に対する範囲ダメージ、イーグルの着弾結構痛いんで、これを序盤に削っていくと。で、さらに、食い火で、これタンホールにめがけてこう突破していくんですね。で、隙間できたこの部分っていうのを、ディガーとホグライダー、さらには、ロイヤルチャンピオンも混ぜ加えて、全部使って中心部こう攻めていきます。で、今ディガホグでですね、やっぱりきついのは、相手の罠も増えているんですね、タウンホール14って。まあその効果もあって、ディガホグの進行がなかなか、いかないっていう、弱みはあると思います。これはね、もういろんな方が言ってますが、私も間違いないと思うんですね。はっきり言ってうまくいかないんですよ、多分。で、それをやっぱサポートするのに、中心部分にロイちゃんを混ぜていって、ディガホグプラスロイちゃんの形で攻めるっていうのが、もう欠かせないのかなというふうに思っています。最後、レイジもね、これは本当はアーチャークイーンにかけるつもりで持ってたレイジだと思うんですけども、食い火にはいらないので、もうディガホグに一気にかけていって、で、これ、ワンチャンですね、ババキンを、このディガホグで潰していこうと思ったんだと思うんですね。でもちょっと潰しきれなかったですが、まあまあ、ストライカーでなんとか潰せましたね。で、さらには上からはアーチャークイーン、壁際はバーバリアンキングですね、これ。キング、クイーン、こっちにグランドウォーデンかなっていう感じで。もうヒーローだけで最後取っていくって感じですね。ロイヤルチャンピオン怒っちゃったんで。こうなるんですね。ディガホグが、これだけ清さん今の攻め見てもらって分かる通り、相当細かくいろんな手を打っていっていましたけども、それでも、ディガホグ全部消えちゃうんですよね。それが難しさかなっていう、ところですかね。まあ、火力が高すぎるんですね。タンホール重要になってくると。毎秒間回復するダメージの量っていうのが、ヒールの呪文決まってるので、それを超えてしまうと、やっぱり、回復よりもダメージが大きくなって、ヒールの輪の中にでもやっぱやられちゃう。まあ、これは昔からあったことなんですけども、14になったことによって、なおさらこれが起こりやすくなってると思うんですね。まあ、ちょっとそういった点からしても、まあ、通常の食い火ディガホグっていうのは、やっぱり難易度は少し増してる感は、まあ、否めないかなと思います。もう一個ね、見ていってもらえるのは、この関地さんのアタックですね。これは、もうタンホールが非常に外側にあって、ここに食い火を誘導していくと。いうパターンですね。で、これさえ壊しちゃえば、あとは、タウンホール13レベルの防衛になってくるので、まあまあ比較的、やりやすいということは言えるかと思います。ベビードラゴン両側に出していって、カットですね、ここですね。カットを入れていって、アーチャークイーンをこの壁の隙間、この隙間にまっすぐこう通していきます。これね、なかなか難しいんですけども、これよくうまいことやりましたよね。この後、ターゲットを取るのは、こっちの上のこの金庫、これですね。この金庫なんで、そこに行くときに、の中に入っていく。これ昔のね、アーチャークイーンの AI だったら、おそらく壁の外側を回り込んで金庫を狙ったんですけども、今それがなくなったのがこのアーチャークイーンの AI の変更が、この2021年4月のアップデートで行われたことによる恩恵ですかね。で、タウンホールはしっかりと食い火レイジで落としていきます。こうすることによって、タウンホールの爆破ダメージ、ポイズン効果っていうのを極力軽減するというところですね。さらにレイジを重ねがけ、フリーズ2発目を使ってシングルインフェルノを落とす。つまりこれ、レイジ2発、フリーズ2発の合計6枠の呪文枠を使って、やっとこのタウンホールを落とすんですね、これで。
で、残ったヒール2発、レイジ1発で、アージャークイーン守りながら、ディガホグを進行させていくという形になるわけなんですけども、キング投下兵舎ですね。こっち、投下兵舎を使って外周を削っていきながら、この隙間の部分から、ディガホグを展開していくというところですね。これ、やっぱね、スーパーガーゴールが来ると、こういう風にね、ディガホグを展開している最中、クイヒ見てられないので、それでやられちゃうっていうケースがね、多々あるんですが、まあ、クイヒが落ちたものの、まあ、逆にここから、ディガヒの形になってくれて、まあ、こいつらがタウンホールの、イーグル砲ですね、ど真ん中にあるイーグル砲とかを壊してくれたっていうのが大きかったですね。イーグルの着弾と合わせるように、このタイミングも見事ですね。で、あとは最後、ディガヒ、ホグヒの形を維持したまま、最終区画まで、もう、なんていうのかな、勢いで押し切っていくという感じですかね。もうここまで来たらもう、味方のババキンも起こっちゃってるので、外周カットしてディガホグをね、こう束ねしながら運用するっていうことはもうほぼほぼ難しくなってきてますので、あとは、バラバラでもいいから、とにかく、後ろについてるヒーラー頑張ってね、というパターンですね。ヒーラーにこうお祈りしながら、飲むヒーラー頑張ってくれという形で、最後まで走っていきます。ただまあ、ロイヤルチャンピオンがこれ、シールドここで発動しましたけども、ここまでシールド持ってられたのは大きかったですね。これのおかげでだいぶ、楽になってるかなっていう番があるんですね。まあ、タウンホール13レベルの防衛であれば、こういう風にディガーも結構ですね、最終盤生き残ってくれると思うんですけども、これがまあ14レベルの防衛に本当なってきちゃった場合には、罠も含めてですね、ディガホグ落とされるっていうこともやっぱりあり得るかなっていう気がします。まあ、そんな意味でも中華式とかですね、ペッカスパビスとか、あっちの方に今、プレイヤーのその興味が流れているのは、まあ確かにわからなくはないかなっていう気がしますけども、まあでもやっぱりですね、僕がスパリーズ使った、突撃艦スパリーズ使ったディガオグは今でも結構スパル村には強いと思っていますし、まあ、ディガオグ自体も結構これまで使ってきた方、まあ、多いと思うんですけども、全然ですね、まだ使い方とか村を選んでちゃんと攻めれれば、やれないことがないというところかなと思います。難しさはやっぱね、斜めぐらいありますけどね。というところで、今まで2本はですね、タウンホールをクイヒで落とすパターン見てもらいました。で、もう1本は、タウンホールをディガホグで落とすパターン見ていきたいというふうに思います。こちら行ってみましょう。こちらですね。ナーチンさんが攻めてる TH コンプリーターさんの方から見ていきたい動画になるんですけども、これもやっぱりね、クイヒーパートの動かし方がなかなかレベルが高いなっていう感じです。正直ね。難しさはやっぱありません。これは惜しかったですね。今、黒風船1個、ヒーラーが吸っちゃいましたけども、ここは、生きればバルーンで吸っときたかったかなっていうところな気がしますが。アーチャークイーン、この壁の中に入れていこうっていうところですね。イーグル4相手のキング、ロイヤルチャンピオン、この辺を狙っていきたいというパターンですね。バルーンで追加のホーミングチェックをしながら、これもね、すごいキングと当たるところで、本来、フリーズか、レイジ必須なんですが、ベビドラを加えることでギリギリ、アーチャークイーン突破していきますね。ただ、まあ、体力がきついんで、レイジちょっと欲しいところですけども、粘りますね。すごく粘る。かなりこれは際どい点だと思うんですが、相手の防衛軍と当たるところで、レイジをかけていくっていう感じですかね。ただ、これそうですね。対空砲からヒーラーが狙われちゃって、これ、とっさに、今、バルーンを出しましたが、やっぱりホーミングでそれもやられちゃいましたね。ただ、このフリーズうまかったですね。これを当てることによって、ヒーラーの消耗も最低限に減らすことができて、さらにこれギリギリスーパーガーゴール耐えたっていう感じ。ヒーラー残り何体だろう ?1 体、2体かな ?1 体ぐらいしかいないですね。ここまで来ると結構、アーチャークイーンのもう仕事がきつくなってくるんですが、まあ、ここはユニコーンがついてるのが、まあ、不幸中の幸い。なんとかそれを使ってですね、体力維持してますね。アーチャークイーン一旦目を離して、ディガホグパート行ってみます。来週をキング投下兵舎でこれカットしていきながら、その隙間ですね、クイーンが壊してくれて、この隙間をディガーホグライダーで突破していくわけなんですけども、しっかりですね、ここにやっぱロイヤルチャンピオンを加えて、中心部分の火力を上げていますね。で、フリーズをかけてタウンホールを止めて、さらにタウンホールを破壊するタイミングでトームをかけることによって、ディガーとホグライダーに対するポイズン効果、っていうのを極力減らす形をしてますね。で、ヒールを使って、さらに体力が削られたディガホグを回復していくんですが、爆弾をね、ボン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 これ食らって、見てもらって分かる通り、半分ぐらいですね、やっぱり、ディガホグがこのタウンホール周辺でやられちゃってるんですよね。で、体力も結構減ってるから、ここ結構ですね、爆弾とかあったらやばかったんですけども、なんとかそれがなかったんでね、ユニコーンがさらにこれディガーについてくれたんで、ディガーの体力も回復して、まあ、形としてはいい感じになってます。
いやでもね、やっぱりタウンホールをディガフで落とす場合っていうのは相当注意が必要で、そのタウンホールの攻撃が来る範囲のところですね、だから要するにここの部分、この部分に入った瞬間にフォームとか使いたくなっちゃうんですけど、ちょっとそれは待って、しっかりとまずフリーズで、タウンホールを固めて、タウンホールを壊すタイミングにトームをかけるっていう風にしないと、ポイズンダメージで削られちゃう。で、あれだけやっぱりトームを待ってかけても、ポイズンの効果で、ディガゴが削られちゃうんですよね。ポイズンの効果って、だんだん時間経過とともにディガゴにダメージが入る量がこう増えるじゃないですか。ユニットにダメージが入る量が。増えた状態っていうのは、トームにかかっていても維持されるんですよね。まあ、どういうことかっていうと、トームが解けた瞬間に、ポイズン効果にかかり続けていた場合には、一気に体力がガクーンって削られちゃうんですよ。もう何千って削られちゃうんで、もうディガオクが一発でも全滅しちゃうんですよね。そうなんないようにヒールを焚くとか、あとは、トームを使って、もうそのポイズン効果にいる時間っていうのをなるべく無敵で済ませるっていうこと。をナーチンさんきっちりこの攻めやっていたんで、ホールのところっていうのをディガフで突破できたっていうところですね。でさらにまあホールのレベルが3だったっていうのもまあポイントかもしれないですね。これが5だった場合にはダメージ加速量とやっぱり、最低ダメージ量が大きいので、もしかしたらヒール台でもやられちゃってたかもしれないですね。ちょっとそこはやってみないと分かんないところはありますけども、そういうリスクがあるようなアタックになるということも分かっておく必要があるのかなというふうに思います。いやだからね、やっぱりその通常のディガオグは相当難しいと思いますね。なのでぜひですね、やってみるときには自分は突撃艦スパビズからのディガオグをお勧めしますし、やっぱりでもディガオグ慣れ親しんでいて使いこなしたいんだよっていう方はですね、まあ、こんな風にタウンホールを食い火で壊すことができる場合にはそれはむしろアドバンテージが大きくなるのでやってみるのもありだと思うし、ホールをディガホグで壊さざるを得ないよっていう場合にはもうきっちりフリーズとヒールないしはトーム、この辺をもう絡めていって、アンホールの爆破ダメージですねプラス、ポイズン効果、これを徹底的にケアしていくようにしないと、ディガホグ全部やられちゃうというところにね、注意をしてもらったらいいのかなというふうに思います。はい、というところでですね、本日は、クイヒーディガホグ、もう純正クイヒーディガホグに関してお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうかね。難しさもあるんだけども、楽しさがやっぱりある攻めだと思うんで、ロマンがありますよね。ぜひ、使ってみたいと思う方は、挑戦してみてもらえたらいいんじゃないかというふうに思います。そして、これ、動画参考になったということでありましたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。とても励みになりますんで、お願いできたら嬉しいです。そして、タウンホール12から14、幅広くですね、こういうクラン対戦の解説系動画やっておりますので、これからもどうぞご視聴いただけたら嬉しいです。では、本日この辺で動画を終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。